皆さん、こんにちは。明石市医師会の豊川でございます。本日は年々増加する大腸がんについてお話しさせていただきます。生活習慣の欧米化に伴い、ご覧のように我が国の大腸がん患者数は増加の一途をたどっています。最新のがん統計では大腸がんが一番多く、男性で3番目、女性では2番目と、日本人にとって最も身近ながんとなっています。大腸がんでは進行すると血便、便秘や下痢などの便通異常、腹痛などの症状が現れますが、早期がんではほとんどが無症状です。早期発見のために国は大腸がん検診を受けることを進めています。便潜血検査は便の中に血液が混じっているかどうかを調べる検査です。検便だけで済むのでとても簡単な検査です。症状のない方が毎年この検査を受けると大腸がんによる死亡が減るという報告もありますので、検診で再検査と言われた方は面倒がらずに精密検査を受けてください。大腸がん検診で有効性が示されているのは便潜血検査です。症状のない方が毎年この検査を受けると大腸がんによる死亡率が 60% 減るという報告があります。大腸がんの年代別の罹患数ですが、男女とも40歳代から罹患率が上昇し、高齢になるほど高くなります。国ではがん対策基本法の一環として特定健診で便潜血班の2日法を推奨しています。便潜血検査は特殊な容器に2日分の便をこすって取って、便の中に潜む目に見えない微量の血液、便潜血が混じっていないかどうかを調べる検査です。特に免疫法は検査前の食事制限や内服薬の制限も不要です。繰り返しになりますが、検便だけで済むのでとても簡単な検査です。日本対がん協会ではがん制圧スローガンを掲げ検診を進めております。検診で再検査と言われた方は面倒がらずに精密検査を受けてください。大腸がんの精密検査としては大腸内視鏡検査や大腸 X 線検査、または大腸 CT 検査があります。がんの進み具合はステージで分類されます。大腸がん研究会ではがんの進み具合、ステージに応じて標準的な治療方針、ガイドラインが設定されています。大腸がんのステージは進行に合わせて0期から4期まで分類されています。0期は粘膜にとどまる状態で、3期はリンパ節に転移がある状態です。肝臓や肺などに転移している状態は4期になります。大腸がんの治療法には内視鏡治療、外科手術治療、薬物治療、放射線治療などがあります。早期の段階で見つかれば内視鏡治療で切り取れますが、進行してくれば外科手術、さらに進めば抗がん剤治療になります。内視鏡治療は早期のがんに対する診断と治療になります。手術治療には大きく回復手術と腹腔鏡下手術があります。腹腔鏡下手術にはより傷を小さく少なくする方法として単孔式、原孔式腹腔鏡下手術があります。直腸がんに対して施設は限られますが、より神経温存、肛門温存を目指したロボット支援下手術があります。大腸がんは放射線では根治はできませんが、補助的な用途や緩和的な用途では使用されます。薬物療法はいわゆる抗がん剤治療で、手術後の再発抑制を目的とする補助薬物療法と、進行再発がんに対する延命や症状緩和などを目的とした全身薬物療法があります。日本の大腸がんの診断治療は現在世界のトップレベルに達しており、また
近年、手術や抗がん剤治療など、さまざまな治療法の進歩も著しく、大腸がんの治療成績は飛躍的に向上しています。日本における手術件数の推移です。ご覧のように、近年、低侵襲治療としての腹腔鏡下手術、ロボット支援下手術が年々増加しています。図は手術後の傷跡の精麻になります。開腹手術では人の手が入る大きさが必要なので、15センチから20センチの傷になります。腹腔鏡下手術、ロボット手術では1.5センチの傷が2、3箇所と、5ミリの傷が2、3箇所で済みますが、大腸を取り出すために最後には3センチから5センチの傷ができます。実際の患者さんの手術後の傷跡です。開腹手術では真ん中に大きな傷ができますが、腹腔鏡下手術、ロボット手術では大腸を取り出す傷以外はほとんどわからなくなります。実際の手術の写真です。腹腔鏡手術では小さな傷から細長い鉗子やハサミ、電気メスなどを入れて手術を行います。ロボット手術では人が持っている鉗子類をロボットのアームが持ち手術を行っています。がん治療でよく耳にする標準治療という言葉ですが、標準治療とは効果や安全性がきちんと調べられている治療のことで、現時点で最も良い治療のことです。誤解されますが、標準治療の標準とは特上、上、波の波ではなく特上を意味しています。近年ネットや SNS などで情報が氾濫しています。まず正しい情報を得て、正しい治療法を選択することが、がん克服の一歩となります。日本対がん協会からも、このように注意喚起が出されています。最後になりますが、大腸がんは見つけるのが早いほど治る確率が高くなります。特に早期のがんでは 90% 以上が治るとされています。大腸がんは他のがんに比べて比較的治りやすいがんの一つです。ぜひとも毎年大腸がん検診を受けてください。本日は年々増加する大腸がんについてお話しさせていただきました。ぜひとも毎年大腸がん検診を受けてください。